さん、まあ確かに的を得てますね。今回向かうにしましょうか。どこに向かってるのかっていうところで。まあ確かにその目的が全てかもしれないですね。まあ僕,僕はビジネスでやるのは利益出すためなんで、儲けるためなんで、だから周りから何と言われようと、誹謗中傷を浴びようが何しようが情報ビジネスしかやらないですね。 まあ、鹿というか、まあ、これを柱として、まあ、本も出してますけども、まあ、これが一番利益出るんで、これを抜かすっていう選択はないですし、これを柱にするっていうことは多分ね、変わらないですね。なぜならば、目的がしっかりしてる、向かう方向性がしっかりしてる、えー、ビジネスは利益を出すことであると。うん、仲良しクラブちゃうので。で、その、なんだろうな。 まあ、ぶっちゃけ情報商材って周りから見ると、まあ、微妙なんですよね。世間的に良くないんですよ。でこの前、与沢さんと、与沢さんと光くんと、青白王子と堀エモ門が対,対談してるやつをちょっと聞いたんですけども、まあ、昔ね、与沢さんも情報商材やってた、光くんも情報商材やってたと。だけど、なんかその撤退してったわけですよ。で、その撤退する理由は、なんかいろいろあったんですけど、僕は撤退しないですって。 まヒカルくんの言い分としてはあのー、結局その教えてもやれる人が少ないからうーんいなんか,いなんかうーん後ろめたさがあったみたいな、うん、まあ、確かにそうなんですけどねやる人は少ないんですけどもでも僕は応援を続けることをやめないので、うん、やれば変えられるからね僕は撤退しないですねで与沢さんはそのなんか未来がないなっていうか 僕は未来しかなないと思ってるんで <laughs> うーん,なんだろうなうんまあ与沢さんの未来と僕の未来は違う部分ありますから僕は自由に生活していく自分がそのうーん与沢さんほどあそこまで資産がなくても自由に、えー、楽しく生きていけると僕は思いますんでまああったらあったで越したことはないんですけど別に何,何十億その必要ないので <laughs>。<laughs> まあ今、現状維持でもいいかなっていうとこですね。うん。で、車もね、フェラーリとかじゃないし、Z4 ですし、そんなに維持費かかんないし。うーん。まあ、とりあえず、自分の目的は自由に生きるっていう、それなんで。で、自由に生きるっていう目的の中で、まあ、情報ビジネスが僕にしっくりくるし、利益出るし、少ない数でも。 やっってていいけるしっていう話ですね少なくても借金2000万も返せたし、まあ、自由にやってるし親孝行の一環として車も BM プレゼントできたしうんまあいいんじゃないかなと思いますねだから上を目指さないというかあのちょうどいいぐらいであのそこは <laughs> 上目指すとキリがないんでマジで自分の幸せのアッパー決めるのは結構大事だと僕は思いますけどね 上見たらきりないですから、はい行ってらっしゃい。